例えられる丸木船が数十年ぶりに作られました。おそらくもうこれ以後作られることはないでしょう。しかし私たちは種子島の人々の生活を長年支えてきたこの偉大な丸木船を忘れてはなりません。の初夢に心臓おろしの夢を見た。ギアギアの船板で柱は珊瑚黄金咲、上から鶴が舞い下がり、下から亀が這い上がる。鶴と亀との補助路しに七福神が舵を取り、松の嵐を帆に受けて、港川口走り